早朝のふそう東小学校で行われた特別授業はキリンホールディングスなどが取り組む元気な免疫プロジェクトの一環で6年生50人が参加しました児童はビンゴシートに健康のためにしていることを記入してビンゴゲームをしたり免疫がウイルスと戦うアニメを見て免疫の働きやケア方法などを学びました 免疫ケアという言葉は聞いていましたが具体的にどういう行動をしたらいいのかを知らなかったので今回知れてよかったです一番勉強になったことは乳酸菌を取ることです